その服。こんなに相性抜群のアチシたちが別々だなんてありえないっしょ。ま、あんたみたいな出たとこ勝負の無計画男と実際組まされたら。お待ちしてました。お前たちの訓練が終わったわけではない。スリーマンセルは命を預け合える仲間を意味する。お前たちは今まさに忍者として一生続く関係の入り口に立っている。速やかに別室に移動するように。雷門電気、以上3名は第5班。やったぜ。よろしくね。竹取放棄。はい。黒い箱、うん、国防レンガ。はい。楽しみだね、ボルト。おう、イノシタチョウだろ。僕をツッコミ役にさせんなよな。お前たちに与えられる番号は第3班。先生。サラダ、何の真似だ。ボルトの実力は認めますが、相性となると別問題です。サラダ、そう焦るな。焦ってなんかいません。そこまで言うなら二人ともちょっと来い。直訴状。七代目に直接手渡すといい。ありがとうございます。待て、サラダ、お前の好きにさせるかよ。邪魔しないで。な、ちょっと見せてくれよ。影縛り。七代目に直接渡さなきゃならないんです。諦めろ。これ少しは役に立つ。さあ、俺を止めてみろ。さあ、もう一遍だ。橋が見えた。よし、この先だ。なんだ、未来の姉ちゃんかよ。何人たりとも通すなとの命令よ。あんたと美月でできるだけ動き回って相手の注意を引きつけて。分かったよ、行くぜ。なってないな。ボルト。罠張ってたな。現実って痛いよ。ボルト、邪魔。おっと、遅い。開眼してたんだ。まだまだ私の敵ではないようね。サラダ。サラダ、もう一度だ。分かってるって。弱点なんか見当たらない。苦戦してるみたいだな、これ。このハマル先生、その程度の実力じゃ任務に出ても大怪我するのがオチよ。ボルトはサラダの動きを気にしすぎていつもの思い切りの良さが失われている。こうなったら出たとこ勝負ってやつ。ミツキ、足場の方がもたなそう。どっちにしろもうこれ以上体がもたねえよ。やるじゃん。ボルト、そのまま。どこ。最後まで影分身を隠しておくとは。勝負あったな、これ。直訴状を届けるのがこんなに大変だって。気の合う人間同士で組むのは楽だろう、こう言ってた。火影を目指すのに絶対近道なんかねえ。まだそれ出しに行くか。いえ、もう一つ七代目にお願いしたいことがあります。七代目。お前たち、私たちに第七班の番号をください。新生第七班の誕生だってばよ。